低めの変化球にバットが合いませんでした。ワンボールツーストライクです。牽制、一塁はセーフ。チェンジアップには反応しません。ボールです。打ちました。セカンドゴロ。セカンド取った。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回カープ先に点を取りました。1対0カープ先制です。2回の裏追いかけるカープの攻撃、バッターボックスには5番小園。カープ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。打ちました。レイノルズアウト、ワンアウトです。バッターは石原。森、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はボールになりました。次が2球目。いいコースに決まりましたね。はい、変化球が決まっています。アウトコース空振り、ワンボールツーストライクです。危ない球です。平行カウント、打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。バッターは DH 韮澤。ツーアウトランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。高めストライクになります。ノーボールツーストライクです。際どかったですよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。チェンジアップ外れました。打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。中村掴んで3アウトです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回の裏1対0、1点リードはカープです。3回に入ります。カープの攻撃、2番バッター中村。先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。カープ1点ビハインドで迎える3回です。ファウルになります。インサイド落ちました。ファーストの左抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターは坂倉。ここはエンドランも考えられますよね。さあランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。
一塁牽制セーフ、送ります、これはファウル、高め打ちました、このフライは切れそうだ、切れました、ファウルボール、高め打ちました、これはどうだ、セカンド送球、二塁アウト、一塁送球アウト、ダブルプレー、ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。インサイド変化球決まっています。打ちました、ワンバウンドヒットになりました、ツーアウトランナー一塁、バッターは今日 DH に入っている中村、先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか、角度がありますよね、クロスファイアですよね、インローのストレート、力のあるボールです。ノーボールツーストライク、外の球外れています。インローボウ、5球目は何で来るか、見逃し三振、スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。1対0、カープが1点をリードしています。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね、バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり、初球打ち、レイノルズ抑えています、ワンアウト、バッターは9番に入っている初木、まずはワンアウトを取っています。打ちました、取った、アウト、微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。打順はトップに帰って中村、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。この回のカープ打線ですがわずか2球でツーアウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、そうですよね。変化球は外、アウトコース打ちました、ファースト取って一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいカープでしたがここは三者凡退に終わっています。3回終了1対0、カープが1点をリードしています。これから4回カープの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。斉藤マウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。今日は守備で交代してそのまま出場しているジャーマン、前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね。打ちました、取った、一塁へ、アウト、ワンアウト。今日は守備で交代してそのまま出場しているレイノルズ、先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。ワンアウトランナーなし、
釣り玉でしたけど見極められましたね。うん、振ってきません、外れています。さてこのレイノルズ、どういったタイプのバッターでしょうか。逆方向ポール際のライナーが切れずに入ってしまう、そういう怖さのあるバッターですね。うん、なるほど、そうですか。インサイド落ちました、わずかに左に切れました、ファールボール。打ちました、ここは打ち上げています。ショートが構えます、掴んでツーアウトです。バッターボックスは8番曽根、ツーアウトになっています。際どいコースに送ってストライク。バッター見送りました。入れてきました、ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。ファウルになります。この球は外れています。さあ6球目は何か。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。この回カープ三者凡退です。1対0、1点リードはカープです。カープ4回裏の攻撃になります。バッターボックスは2番田村、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。カープ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、まあ1点差ですから、この辺りで追いついておきたいところですよね。そうですね。流しました、ファウルになります。ストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。見逃して三振になります。ワンアウトです。3番バッターレイノルズ。前の打席はカットボールをうまく打たれましたから、今度はその使い方は要注意ですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。打ちました。ショートゴロです。ショート弾く。ボールを拾って、これはショートのエラーです。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは4番ジャーマン。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、ショートゴロ、併殺打に終わりました。カープ同点のランナーが出ています。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくる。打ちました、ショート取った、セカンドホースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに仕留められました。併殺は避けなくてはいけなかったですよね。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。4回終わって1対0、1点リードはカープです。小宮山さん、援護を待つためにもこの得点差を維持しておきたいところですよね。そうですね、もうこれ以上点をやってはいけない場面ですからね。粘りの投球ができるんでしょうか。
大きく外れてボールになります。ボール先行です。低め外れました。ストライクが入りません。